こんにちは、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団大阪のぞみ教会の牧師の石井和則と申します。今日は8月5日月曜日、今日の聖書箇所はピリピ人への手紙2章の12節から18節です。タイトルは御言葉に従って生き救いの光を輝かせるです。今日も神様がくださった御言葉を共に味わい黙想してまいりましょう。ピリピ人への手紙2章12節から18節。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。キリストが聖霊によって内側に住んでくださって、そのキリストといつも対話しながら、主がですね、方向を指し示してくださっている、そのところに行けるという、この恵みを味わっていただきたいと思います。主がおられることを忘れなければ、私たちはその救いにふさわしい歩みをさせていただけます。しかし、主を忘れてしまった瞬間から傲慢が入り込んでですね、自分の力でとか自分の能力によってとか、自力救済的なこの発想に陥って、そしてそこで力をこう失ってしまいます。しかし、主がおられることを忘れずに、うちに住んで私が神殿となってくだなっているということを忘れなければ、エネルギーに常につながって、命の泉に常につながって、いつでもどこでもエネルギーがこの与えられ、満たされるということが起こっていきます。パウロはですね、今日の聖書の箇所のピリピの2章のですね、12節にでこのように言っています。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。これはですね、自分で自分の救いを獲得しなさいという意味ではありません。これはすでに受けた救いにふさわしい生活をしなさいという意味です。信仰によって主に従って生きているかどうかは、その行動をもって明かしされるものです。だから、自分の行動を見れば、自分で自分の信仰をですね、点検することができます。誠に主と共にある行動を捧げ続けているだろうか、そのような視点で見ていきますと、そうでない自分に気づかされることも多いわけですけれども、でその場合にですね、それは行動自体が問題というよりも、主をどのように信じているかということが実際は問題です。恥ずかしい話ですけれども、私はクリスチャンとしての歩みが19年すでになりましたけれども、いつも共におられる主というこの基本の基本を本気で信じ抜いてきたのかというと、疑わしいところがあります。というのは、毎日の初めの一歩、その一歩一歩の中に主がおられると思っていないようなところが私の内側にあったからですね、体調が悪ければその日の体調に引きずられるようなことが起こっていた、不平不満で満たしてしまうようなこともあったですね。
もう自分自身の思いの奴隷になってしまっている、主が共に歩んでくださるんじゃなくて主がどっかに行ってしまっている、そんな状態だったんですね。でそんな状態でも自分のこの信仰生活に何の疑問も感じていませんでした。普段の生活に主が関わってくださると思っていなかったんですね、その時は。しっかりだからこれ信仰の問題だったです。主イエスご自身がご自分がインマヌエル、主は我々と共におられるとご自分で言ってくださって教えてくださっているんですね。そのことを信じきっていない私がいました。しかしこれ自分のですね、信仰が問題だったんだってことに気づいて、で悔い改めてそこに神様が介入してくださるようにと願い始めていったら、次々と主の御業が起こり始めていきました。旅に出てですね、旅に出た先で名前も知らないその信仰者から、その必死のその祈りの姿を見て私は改心いたしました。また賛美をですね、捧げ続け、もう叫ぶように賛美をしている、その信仰の熱心なその共同体の中に入っていって、私は自分の信仰がこの生き返るような思いがいたしました。祈りの中で、祈っていく中で主の炎を見させていただいた、そんな経験もさせていただきました。私自身の信仰が問題なんだということを認めて、そこから新しい歩みを始めようとしていったときに、主は私にこの明確にお働きくださっていました。ピリピ人への手紙の2章の13節を見ていただきますと、このように書かれています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。御心のままにあなた方のうちに働いてくださると、パウロは言っているんですね。うちに働いてくださるんですね。そして行動に至らざるを得ないようなほどまでに導きをこれ与えてくださって、内側から主は変えてくださって、そして行動にこれ至らしめるですね。そして最終的にはパウロの姿を見ると、自分の身を捧げても惜しくないっていう、その献身のその思いまで至っています。ピリピ人への手紙の2章の17節を見てください。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても、私は喜びます。これ自分の命が供え物と、でかつてのユダヤのこの供え物って動物の命をほふって捧げていくっていうことですから、これ自分の命が捧げられてしまってもそれでも構わない、自分自身が命を落としてもそれでも構わない、言っているわけですね。神の技のために用いられるのであればそれでも構わないとさえ言っているんです。キリストのために命を捧げても構わないと言い切れる、その喜びが彼の内側には宿っていました。ここまでですね、主は内側から変えてくださって、信仰から変えてくださって、で行動をやがて変えてくださる、そのように導いてくださると記されております。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、聞いたことが、聖書からこう聞いたことが、実行不能だと思ってつぶやいて、聞いただけで行わないということが起こりますね。クリスチャンにはこれたびたび訪れる瞬間だと思います。でもこれを、自分でこういうことが多いなと認めるところがとても大事だと思うんですね。つぶやくだけで実行しないというか、これは私の問題だと思っていくことが大事です。で主のために行動を起こしていくのであれば、少しも疑わずに主が働いてくださることを信じる必要があります。疑うとそこに主の光が輝かないんですね。聖書を通して聞いて信じたことを疑わずに行っていく、これはもうですね、できるかできないかではありません。
主のご命令としてこれ聞いたならばそのまま行っていく、できてもできなくても行っていく、すると世の光として輝くんだと教えられているんですね。できるかできないかではないんです。神様を信じて信頼して聞いて聞いたままに行うと、これできるかできないか関係なくその人は世の光として輝くんだ。失敗しても輝くんです。成功しても成功しなくても輝くんです。世の光として輝くんです。人々に神様を私たちは指し示すことができます。自分の命を捨てても構わないとパウロは言っています。命が尽き果てる瞬間、それはある人にとってはそれは失敗のように映るかもしれませんけれども、しかしその瞬間に世の光として輝くんですね。パウロはこの世の光として輝き出すその人生になっていくのであればどんな状態になっても構わないと思っているんです。だから命を捧げてしまっても構わないと言い切っているわけです。成功したか失敗したかそういうことはもはや考えない。とにかく神様を指し示す光となっているならばそれで構わないですね。で、そう考えることができたら私何があっても喜びだと思います。どんなことが起こっても神様を指し示すことができるのならばそれだけで喜びである、そのように言い切り続けることができたらそんな幸いな人生は他にないと思います。ではお祈りをしたいと思います。主なる神様、世の光として輝くようにそのために私の命が捧げられるのであればそれで構わない。どんなことが起こったとしても世の光となればいいんだと私たちが思うことができるのならばそれ以上に幸いな人生はありません。主をどうぞ私たちを通して光を輝かせてください。どうかこの放送を見ておられる方々皆さんの内側に光を与えてくださり、一人の人からその光が輝き出て、そして神様の証がこの日本全土をどうぞ満たしてください。神の栄光が崇められますように。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。